こんにちは。今日も堤防かかりずりやっていきたいと思います。今日はもう練り絵だけでやってみようかなと思って、ちょっと現地で練り絵を作ろうと思って、薄力粉、網エビに薄力小麦粉を混ぜるだけで、もう現地で練り絵作って、多分これでいいと思うんだけどな。まあこれだけじゃちょっと不安なんで、一応マルキューさんのこの2つと自作の練り絵、これと自作、これは自作、これも自作。今日はもう練り絵ばっかりで、多分ね、この前やった宙吊りってやつ、練り絵とすごい相性いいと思うんですよ。だから今日はもうそれを試してみようかな。じゃあ頑張ります。今日もこの前やってた宙吊り、もう今日は全部宙吊り、ストッパー、塩受けストッパーつけて、あ、今2号重りは 4B。 今日竿はね、これ某タックルベリーで買った1000円の竿。まあかかりずりなんてもう竿なんてもう適当でええかなと思いますよ、僕は。あ、こだわりないです。違いが分かりません、私には。取れてるかな、ちゃんと。取れてるかな。いざ今日はね、もうなんかもう塩がまっちゃっちゃで、もう全然当たりもなくて、今日あかんわーとか思って、カメラ外しとったら今日はもう坊主や、今日は坊主や思っとったら釣れました。今日は坊主や。油断したらダメですね。だって周り誰も釣れてないし。反応なくて。なんか昨日初めて知ったんですけど、山本太郎のが言ってたんですけど、なんかこうやってつけるらしいです。平らな方、まあ、今日は多分この一枚で終わりですね。餌持ちイエローっていうのを使ってみたんですけど、初めて餌持ちイエローを使ったんですけど、これ餌持ちっていう割にこれ
食いしぶりイエローの方が硬いんちゃうかな、ちょっと思っちゃいましたね。こっちの方が硬いんかな、なんか触った感じ食いしぶりイエローの方がちょっと硬く感じます。